コロニア・デル・サクラメントは、ウルグアイ南西部コロニア県の県庁所在地、ラップラタ川沿いにあり、対岸にはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスがある。ウルグアイで現存する町では2番目に古い。2004年の統計では、人口2万1714人。植民地として支配していた、ポルトガル人の貿易港として栄えた。コロニア・デル・サクラメントは1680年。 ブラジルから南下したポルトガル人であるマヌエルロボがコロニアドサクラメントとして建設した。対岸の当時のペルー副王領のブエノスアイレスを拠点としていたスペイン軍との間で争いとなった。この年は1750年のマドリード条約や1777年のサイン・イルデフォンソ条約など条約が結ばれるたびにスペイン領になったりポルトガル領になったため、 わずか12ヘクタールの街並みに、スペインとポルトガルの建築スタイルが混在している。1816年以降は、ウルグアイ川東岸地帯全域が、ブラジルの支配下に置かれたことから、この街もリオデジャネーロ政府に統括された時期もあった。この歴史的な街並みは、ユネスコの世界遺産に登録されている。ウルグアイで初の世界遺産となった。 コロニアデルサクラメントこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。魅惑の世界遺産110選、1 1 5ページ。ありがとうございます。